はいどうも、のびりうたギャラリーでございます。今日も早速やっていきたいと思います。ということでですね、今回やっていくのなんですけども、こちらも使ってですね、絵を描いていければなと思います。こちらはですね、レインボーペンシルって言ったら簡単なのかな、クレッタカローって書いてますね。メガキュタロキュトロ、ちょっと読めないけど、こちらのですね、黄色、青、赤、緑、こちらのこのレインボーペンシルを使ってですね、今回はオリジナルイラストを描いていければなと思います。まずね、最初に今から始めていくんですけども、まあクラッキー状にどういう感じで出るのかっていうのを描いてから絵の旅をスタートしようかなと思います。皆さんぜひ最後の最後まで楽しんでいただければなと思います。もしね、よかった、参考になったって方、よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。では早速ですが、皆さん準備はよろしいでしょうか。早速レインボーペンシル絵の旅、レッツラスタート、レッツゴー。皆さん最後まで楽しんでください。ではまた後で。はい、ではね、早速始めていきたいと思います。スケッチブックにね、ちょっと書いてみましょう。よし、こちらに書いていこうかな。ではね、使ってみますね。どんな味が出るのかは乞うご期待。さあ、ちょっとやってみます。いくよ、普通に線引きます。あ、普通に線引くと、その下に向いてる面だけの色がね、基本つきますね。黄色やってみるとこんな感じで、ちょっと黄緑も入ってくるって感じですね、その近くなると。でもこの4色あるんですけど、それぞれね、下の面につけたらその単色で出るので、もし赤だけで塗りたかったら赤だけね、青っぽい、まあ紫って言ってもいいぐらい、紫っぽいのだけで塗りたい方は紫だけを下にして、黄色だけ、黄緑だけって言ってね、色をね、選択することも結構できそうですね。じゃあちょっとね、回しながらやってみますね。うん、回しながらやったらですね、もちろんやっぱカラフルになりますね。素晴らしい。ちょっと寝かしてやってみましょう。うん、寝かしてもやっぱ回せばね、やっぱ綺麗な色出ますね。すごい、なかなかない色でございます。こんな感じですね、普通に持つだけだと。でしかもその色がね、やっぱ隣同士の色が混ざってくれるんで、結構面白い感じでアートできるんじゃないかなって僕は思ってます、個人的にね。なのでぜひね、今から楽しんでいただければなと思います。もちろんね、あの皆さんね、ご存知のひまわりくんも出てきますので、ひまわりくんがどこに出てくるかもお楽しみにということで、早速ですが絵の旅スタートいたします。皆さん最後までお楽しみください。ではスタート。 There's not much to do when all I can is thinking about youNot doing well. Don't know where you are, cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soonDown beside you, I would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 . We talk on the phone every night. Love to hear your voice, not sleeping well.That you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would.Forget you, you're all I know, what I need, and that ain't changing. Even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do.
hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside. はい、ということでね、このような形で今回オリジナルイラスト描くことができました。ありがとうございます。全員集合ということで、自分のオリジナルキャラクターね、全員集合させました。ひまわりくん、ぷよぷよくん、ヘビくん、そしてキバくん、スライムくん、ドッくん、そしてニワトリくんでございます。まさかのね、このこれでやるとですね、結構オリジナリティが出てめちゃめちゃ良かったなと思います。久々に僕のね、自分のサインも入れて、りょうた2020ということでね、今回このような形になりましたけども、まあもっともっとね、自分のオリジナルキャラクターが増えれば、このようにここが全部埋まるぐらいね、イメージでね、僕は描いております。また近日中にね、オリジナルイラスト、そして新キャラが出てくると思うので、ぜひ皆さんもそれをね、お楽しみにしていただければなと思います。今回ね、この色を使ってみて、代表的な色がこれ赤と青と黄色と緑、4色なんですけども、それをね、混ぜて混ぜてこうやって回してやったりとか、本当に新しい色が生まれてくるので、まあ計8色とか、もう本当にね、虹色、レインボーペンシルと一緒ですね。本当に7色あるんじゃないかなって思います。で、削り方、まあ僕ね、普通に鉛筆削りでね、削ったんですけども、やっぱとんがり方によって、僕の絵を見ていただければわかるんですけども、赤と青が結構ちょっと多めになってるようなイメージがありますね。見にくいかもしれないんだけど、赤と青がね、結構ね、突出してるから、黄色と黄緑がね、全然出てこなくてね、ちょっとね、あれ出てこないっていうので、ちょっと大変でしたけども、まあ今回ね、このような感じで自分のオリジナルイラスト、ひまわりくんたちがね、本当に全員集合させて、こう見るとめちゃめちゃ可愛いし、そしてね、最近登場したニワトリくんも、まあなんていい顔をしてるんだっていう感じでございます。こう見るとめっちゃ可愛いでしょ。みんなどうですか？皆さんはね、どのキャラクターが一番好きとかあったら、ぜひコメント欄に書いていただけると嬉しいなと思います。今回はこのような感じで、自分のオリジナルイラストをレインボーペンシルで描かせていただきました。またね、これからもいろんなものに絵を描いていきたいと思うので、ぜひよかったらコメント欄に書いていただけると嬉しいなと思います。今日はね、この辺で絵の旅を終わりたいと思いますけども、皆さんと一緒にまたね、違う絵の旅でお会いできることを楽しみにしております。では皆さん、またお会いしましょう。バイバイ。ありがとうございました。Thank you, Rainbow!ありがとうございました。ひまわりくんもこれからも何卒よろしくお願いいたします。ペコリンチョ、また会いましょう。バイバイ、ありがとうございました。